やば。ああ、違うんだ。ちょっとトイレに。ああ、あのさ、雄一、何度言えばあんたわかるわけ？嫌だな、ちょっと散歩してただけですよ。うん、消灯の後すぐいなくなったでしょう。そんなことないですよ、寝てました。確かに寝てたわね。あんたのバッグが、ちょっと良くなったからって勝手に出歩いてんじゃねえよ。永久に退院できねえぞ、わかってんのか、こら。今度抜け出したらすっぱだかで盆踊りだからな。嫌だろ、そういうの悲しいだろ。やりたいか、盆踊り。いや、やりたくないです。なら言うこと聞くんだね。ここは女の子も入院してんだから、見られたらこっぱずかしいぞ。女の子？あんた、お尻触っただろ。ああ、すまんね、アキコちゃん。この廊下狭いから当たっちまったんだわ。このエロジジイ、嘘つくんじゃないよ。あんた、こんな病気でヨボヨボのじいさんを疑うのかい。はあ、ひどい子だね。こんな時だけ病人ずらすんじゃないよ。心臓がドキンドキンする。血圧が。嘘つけ、死ね、クソジジイ。いいじゃない、裸踊りくらいさ。司はアキコさんの本性を知らないから笑ってられるんだ。喧嘩上等。あの人はマジで実行するから怖いんだよ。冬に裸踊りなんかしたら風邪ひいちゃうもんね。つったって江崎の肝炎だってもともと風邪みたいなもんなんだろ。寝てりゃ治んだからちょっとくらい関係ねえよ。お前に言われるとなんか腹立つな。それにそのまんじゅう俺へのお見舞いだろ。ガツガツ食うな。江崎も食うか。でも山西が言ったことは本当で、2、3ヶ月運動を控えて寝てれば治るような病気だ。病名は急性肝炎。ウイルス性の病気らしいけど、一月も入院してれば調子も良くなって、やることがない分暇でしょうがなくなる。ん？内科の田中先生、内科の田中先生、至急ナースステーションにお越しください。あいたく。なあ、悪い悪い。もう一回やり直しな。えったくそ。3日くらい前かな。県外の病院から転院してきたんだよ。秋葉里香ちゃん。17だからあんたと同い年だよ。気になる？そんなんじゃないです。でも東病棟にいるってことはそんなに悪いんですか？まあ、なんでもないよ。何やってるんですか、アキコさん。見りゃわかんだろ。あんたが抜け出せないよう塞いでんだよ。そんな、トイレ行きたくなったらどう。あれ、マジで。マジでよろしく。イリュージョーン。さあ、今日も始まりました、広瀬よしかずのルンルンクッキング。いいですか、ね、ここがポイントよ。本日5時より行われる防災訓練に参加する職員は受付に集合してください。本日5時より行われる防災訓練に参加する職員は受付に集合してください。こんにちは。
ああ、うまい、最高。す？あ、じゃあ遠慮なく。あた、バーカ、調子に飲んじゃねえよ。未成年だろ。これくらいの誘惑断れなくてどうすんだよ。うめえ。いつか絶対復讐してやる。小さい町だね。そうですね。高校卒業したらどうすんのさ。東京か名古屋の学校に行こうかと思ってるんですけどね。出てくの、この町。そのつもりです。羨ましいね。あきこさんも出て行けばいいじゃないですか。まあそうなんだけどね、意外と難しいもんなんだよ。ところでさ、あの長椅子だけどどけてあげよっか。いいんですか。まあね、でも条件があるよ。条件？ああ、リカちゃんの話し相手になってやってくれないか。リカって秋葉リカの？ちょっと難しいところもあるけど、いい子だからさ。ん？芥川龍之介、彼女ファンだってさ。あんたも芥川が好きだって伝えておくからさ。誰？誰かいるの？それが長椅子をどけてやる条件。こんにちは。あなた、谷崎さんが言ってた人。谷崎？あきこさんのこと。私それ読んだわ。え？その中だとみかんが好き。短くて素朴だけどいい話よね。お、あ、いいよねみかん。あなた本当に読んでるの？この辺初めてなんだって。あきこさんが言ってたんだけど、本当何もない田舎でさ、伊勢神宮があるぐらいで。ああ、神宮は行った。小さい町だからさ、その窓から何でも見えるだろ。俺の行ってる学校も図書館も。俺の家はあの砲台山の向こうだから見えないけど。砲台山？昔頂上に砲台があったんだって。地元じゃそう呼ぶんだ。ごめん、あきこさんが共通の話題があった方がいいって。それで別に騙すとかそういうんじゃなくて。許してあげるわ。探してたものを見つけてくれたから。ただし条件があるわ。遅かったわね。本あった？あったよ。何これ、私が読みたかったのはこれじゃないわよ。こっちは絶対借りてこないでって言ったやつでしょ。そうだっけ。このバカ、この程度のお使いできなくてどうすんのよ。ごめん。もう一回行ってきて。今日は外すごく寒くてさ。それが、どうしたの？私の言うこと何でも聞いてくれるって。分かった、行ってくる。早く行かないと図書館閉まっちゃうわよ。急いで行ってくる。
私の言うこと何でも聞いて。何でもよ。私が欲しいと言ったらそれを持ってきて、私が笑いたいって言ったら何か面白いことをして笑わせて、そしたら許してあげてもいいわ。本借りてきたぞ。今度は間違いないからな。じゃあここ置いとくから。またどっか行っとったんかい。これかい。友達のとこです。そりゃいかんわ。お前さんぐらいの年頃はどんどんアタックせんとな。ほれ、いい、寄ってくかい。わしの入院生活をかけて集めに集めたただコレクションを見せたろうか。今度にします。何すんのよ。ちょっと付き合いなさいよ。手術室ってこんな風になってるんだね。やばいって、怒られるぞ。ゆういち、寝てみてよ。では手術を始めます。ちょっと待て、何持ってるんだ。ですよ、信頼して。大丈夫だから。大丈夫ってなんだ。何を信頼すんだよ。じゃあ始めます。うわー、ちょっと待って。誰かいるの。あれ、確かさっき声が聞こえたんだけどね。ゆういち、おかしい。顔が引きつってたよ。見つかったら絶対殺されてたよ。ねえ、どうして聞かないの。聞くって何を。私の体のことよ。東病棟ってさ、重い病気の人ばかりって聞いてる。やっぱ悪いのか。私多分死ぬの。心臓、弁膜ってわかる？それがちゃんと動かないの。移植するしかないんだけど、私は組織が脆くてうまくいかない可能性が高いんだって。パパも同じ病気で手術したんだけど、手術の途中で心臓が止まっちゃった。もし手術するなら、パパみたいに覚悟しないといけないの。覚悟。ゆういち、教えてくれたよね、あの山が砲台山だって。手術の前にパパは私を山に連れて行ってくれたの。本当は山なんて登ったらダメなんだけど、無理して連れて行ってくれたの。きっと覚悟してたんだと思う。私小さくてどこだかわからなかったけど、パパはその山のこと砲台山って言ってた。だからずっと窓の外を、あの山を見てたのか。もう一度あそこに行ってみたいな。そしたら私も覚悟できるのかな。ああ、死んじゃった。ああ、もう明るいな。帰るの。じゃあな、つかさ。うん。よう、不良少年。多田さん、どうかしたんですか。容体が急変したんだ。亡くなったよ。は？あんたに預かり物があるんだ。
多田さん、一度だけ意識を回復したんだよ。なんか言いたいことがあるかって聞いたら、このエロ本全部あんたにあげてくれってさ。遺言ってわけだから、ありがたくもらっときな。つかさ、な、何よ。あの、行こう。10年前はお父さんが連れて行ってくれたんだろう。今度は俺が連れて行ってやる。行くわ。連れてって、雄一。あんたたち、何してんの？こら待て、雄一！ゼブラマスク。俺たちの味方だ。おりゃあ！ユイチ、俺に構わず行け。行くぞ。待ちなさい、ユイチ。後でどうなるか分かってるわよね。つかさ、気が利く。頂上だよ。私これ知ってる。パパに抱き上げてもらってこの上に登ったの。だったのかな。パパもここで。ここまでしてくれたの？親父が言ってたんだ。女の子は大事にしろって。いいこと言うお父さんね。そんなことないよ。酒飲みでギャンブル狂いで最低だったよ。だった。ずっと前に死んだんだ。酒で体を壊して。そっか、だから連れてきてくれたんだ。雄一もパパがいないから連れてきてくれたんだね。同じだから同情してくれたんだね。違う、そんなの関係ないんだ。親父のことなんかどうでもよくて。そうじゃなくて、俺は雄一。俺
俺は雄一、俺は美香の子が、ねえ指先で誤解じゃないけど、悪気はないんだ、悪かったけど、ほら一応片身だからさ、捨てるわけにもいかなくて、せっかくリカと仲良くなれそうだったのに、どうしてみんな邪魔するんだよ。しかも誰だよこの無駄な2枚目は。まさかリカの昔の彼氏じゃ。次回半分の月が昇る空、ただコレクションの相続。俺が悪かった、許してよリカ。